トーマス・リチャード・ジョゼフは、アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス出身の、元プロ野球選手。ウトウミギウチ。相性はトジオ。2009年の MLB ドラフト2巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、プロ入り。当時のポジションは保守だった。2010年に、参加の A 級オーガスタ・グリーンジャケッツで、プロデビューし、117試合に出場して打率。 236.16本類が68打点の成績を残した。2011年は A 級サンノゼジャイアンツでプレーし、127試合に出場して打率。270.22本類が95打点、1盗塁の成績を残した。2012年は A 級リッチモンドフライングスクールレルズでプレーし、7月に行われた。 AA 級のオールスターのメンバーに選出された。2012年7月31日にハンター・ペンスとのトレードでネイト・シャー・ホルツ、セス・ロジンと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。移籍後は三カの AA 級レディング・フィリーズへ配属され、移籍前を含めて2球団合計で108試合に出場して打率。257.11本類が48打点の成績を残した。 オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2013年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・フィリーズ、A 級クリア・ウォーター・スレッシャーズ、A 級レディング・ファイティン・フィルズ、トリプル A 級、リーハイ・バレー・アイアン・ピックスでプレーし、4球団合計で36試合に出場して打率。179.3本塁が、16打点の成績を残した。 11月20日に40人枠入りした。2014年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズと AA 級レディングでプレーし、2球団合計で27試合に出場して打率。276.5本塁が、20打点の成績を残した。2015年より一塁一種に転向。この年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズと AA 級リーファイバレー。 でプレーし、2球団合計で58試合に出場して打率。241.6本塁打、28打点の成績を残した。2016年の開幕は、トリプル A 級リーハイバレーで迎え、5月13日にメジャー初昇格を果たした。同日のシンシナティレッツ戦でメジャーデビューすると、17日のマイアミマーリンズ戦ではメジャー初本塁打を放った。 以後、一類一種のレギュラー格に定着して107試合に出場すると、打率。257.21本塁が47打点、1盗塁という成績を記録した。2017年は142試合に出場して打率。240.22本塁が69打点、1盗塁の成績を残した。2018年3月12日に、 ジェイク・アリエータの加入に伴い、ディエフェとなった。2018年3月19日に、ウェーバー工事を経て、テキサス・レンジャーズへ移籍した。3月29日に、ディエフェとなり、ウェーバーを通過した4月2日に、a a a 級ラウンドロックエクスプレスへの降格を受け入れた。2018年11月28日に、韓国の LG ツインズと契約した。 2019年7月10日、ウェーバー工事され、7月17日、自由契約となった。2019年8月5日に、ボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだ。2020年11月2日に、FA となった。2021年より、ニューヨーク・メッツ参加 A-9 セントルーシー・メッツの打撃コーチに就任した。打撃では、 マイナーリーグで10代の頃に2年連続16本塁打以上を放った実績がある。左右別では、左投手を得意にしており、タイミングが打率、248オプス0.774に対し、対左は同、281.0912である。また、初級に強く打率、359.4本塁が11打点。 オプス1.077という成績を記録している。守備面では、もともとは保守だったが、ファウルチップによる脳震盪の影響でポジションを変わり、一塁手となった。ありがとうございます。